球の研究家の中澤武史です、この動画を撮っている時点ではまだ公開日前なんですけれど、現在絶賛紙の筆公開中でございます。イエーイ。中澤武史脚本、中澤武史の、怪獣映画神の筆がね、7月26日より公開が始まりまして、今もいろんなところで公開してもらっているところなんですけれど、あのまあこう仕事柄なんですかね、その神の筆、はいはい、まあ僕はそんなに取材を受けてるわけじゃないけど、まあいくつかね取材とかも受けていたりとか、まああとまあそういう取材してくれてる人以外でも、そのイベント、僕の出てるイベントとか見に来てくれた人から、まあ同じような質問されることが結構あって、あの神の筆っていうのはヤマタノオロチが大暴れする映画なんですけれど、そのやっぱりユーマ研究家としてやっぱりヤマタノオロチはやっぱ書きやすかったですかとか。なんか結構そういう質問本当にされるんですよ。でね、実はあの YouTube、まあこれも3年ぐらいもね、このチャンネルやってますけど、コメント欄とかでちょっと語ってほしいユーマーとかあったら、ぜひリクエストくださいってずっと言ってるじゃないですか。はい。と結構前からね、時々、ヤマタノオロチについて語ってほしいですね、来てたんですよ。ああ、ありましたね。だから、その、結構な数の人がヤマタノオロチをユーマーだと思ってる。らしいんですよ、だからこれ非常に難しいところで、あのね、ヤマタノオロチってのはその日本書紀とかね、古事記とか出てる、まあ日本神話に登場する怪物なんですけれど、まあそれだけ聞くとヤマタノオロチはユーマじゃないだろうってなるんだけれど、ただややこしいのはそれこそカッパとかは今ユーマなわけじゃないですか。そうですね。だからその妖怪とか、その伝説とか神話に出てきたもの、まあ竜とかもそうですよね。竜はもう目撃してる人たくさんいるし、まあそれこそ塗り壁とかも目撃されてるから、はい、僕らのチャンネルではまあ塗り壁はユーマだっていう風に紹介してるわけじゃないですか、はい、そうなるとまあヤマタノオロチも目撃されてるんじゃないかと思う人がいてもおかしくはないと思うんですよね。ただまあ残念ながら、まあ、僕のまあ情報収集網に漏れがあるのかもしれないですけど、僕の調査の中ではヤマタノオロチを見たっていう人は一人もいなかったんですね。まあそりゃそうだろうって思うけど、まあ、頭が8つもあるような。そうですね。でもさ、ユーマはさ、それこそさ、あの人間の姿から豚の姿に変身できるやつとかさ、はいはい、体の大きさを自由に変えれるやつとかさ、人を病気にさせるやつとかさ、もうファンタジーのやついっぱいいるじゃない。いますね。まあそれが実在するかどうかともかくとして、そういうものを見たっていう人はいるから、頭が8つの大蛇ぐらいいてもいいんじゃ、俺豚に変身できるユーマよりはリアリティあるような気もするんだけれど、はいはいはい、まあ、残念ながらヤマタノオロチのようなものを目撃したっていう人の話は僕は聞いたことはないんですね。うん。ただじゃあヤマタノオロチは完全にユーマじゃないんだっていうふうに言い切れるかっていうと、ちょっと実は難しいところもありまして、はいはいはい、あの島根県にあるスサ神社っていう神社があるんですけれど、スサ神社、はい、この神社にはヤマタノオロチの骨があるんですよ。骨？そう。で、まあヤマタノオロチの骨として伝わっているものがあって、はい、これちょっと前にね、あの NHK でやってる歴史秘話ヒストリアっていう番組があって、はい、僕も時々見る、あの全然オカルト番組じゃない番組があるんですけど、ここであのヤマタノオロチの骨を取材した回があって、ちょっとその時の画像をちょっと見てもらいたいんですけど、はいはいはい、これが NHK の歴史番組で紹介されたヤマタノオロチの骨です。おー、うん、骨っすね。骨なんですけれど、うん、まあ、これを見てもまあ正直どこの部分かよくわかんないんじゃないですか。そうですね。なんか番組によるとこの辺って言うんですけれどそのうん、これ、はいはい、100歩譲って、まあ本当にオロチのこの辺の部分の骨だとしましょう。実際でかいし、はい、ただこれだと大蛇の骨じゃないですか。そうっすね。ヤマタノオロチってやっぱ8本頭があるところが重要なんで、これが本当にでかい蛇の骨かどうかもわからないんだけれど、やっぱこのワンパーツでヤマタノオロチの骨なんですって言われても、これちょっとカッパのミイラとか以上にあのちょっとってなってしまうとか正直あるかなと。ですね。実際この骨っていうのは、はい、なんかこう科学的な調査とかっ
っていうのはされているんですかね。これあの須佐神社さんの方で、まあそのまあ神仏、まあね、あの聖なるものなので神聖なものなので、ちょっと科学的調査とかは今のところお断りしてる段階らしいんですけれど、ただ見た目の段階で、まあ、動物学者の人とかも 100% 断言はできないんですけれど、例えばクジラの骨なんじゃないかなとか言われてるから、まあだからでかい生き物はいるのでね、はいはいはい、でかい生き物の骨がまあ怪物の骨みたいな感じに伝わるってことは普通にあるじゃないですか、うん、それは多分それこそ恐竜の化石とかでもそういうのあったと思うんですけど、うん、でこの、まあ、島根っていうのはやっぱりヤマタノオロチの話とかがまあすごい有名なところでもあるので、まあ、ただの大蛇の骨じゃなくてヤマタノオロチの、まあ、骨みたいな感じに伝わったっていう風な、見解があるっていう感じですかね、まあ、もちろんね、クジラの骨って 100% 確定してるわけじゃないし、うん、まあその本当に大蛇の骨かもしれないし、本当にヤマタノオロチの骨かもしれないっていう可能性はあるんですけれど、まあこれをもってヤマタノオロチは実在したんだっていうのは、まあちょっと厳しいかなって思いますね。まあ仮にこれがただの首が一本の大蛇の骨だとしても、それはそれでね、あの言うまではありますけど、言うまではあります。ただこの骨が大蛇の骨だとしても、ヤマタノロチがユーマの証拠には残念ながらならない。それはちょっと厳しいですよね。ヤマタノロチってね、いろいろ説があるんですけれど、はい、そもそもその洪水の化身みたいな説もあって、でなんで8つの首かっていうと、その洪水でその激しい濁流みたいなのを見た古代の人々が、はいはいはい、その濁流ってもういくつも分かれるじゃないですか。そうですね。それがもう蛇がもういくつも頭を持つ蛇がうねってるように見えて、それをヤマタノロチって表現したんじゃないか。まあこれは一説なんで、はい、あのそういう自然を見立てて作られたみたいな説も言われてるんですよね。だから本当に正体は、まあ、現状では不明なんですけれど、まあそれこそ僕なんかはね、カッパは本当にいると思ってる人ですし、塗り壁とかも実在する可能性あると思ってる人なんですけれど、まあ、そんな僕からしても、まあ、ヤマタノオロチっていうのは実在する可能性が高い存在なのかっていうと、まあ、まあ高くはないよなってなっちゃうのがちょっと、まあ、寂しいところではありますね。はい。あ、でも、はい、なんか前テレビかなんかで見たんですけど、首がさすがに8つとはいかなくても、うん、首がこう2本に分かれてるヘビとかは実際になんかいたりしますよね。そうですね。だからまあその頭が2つの動物、相当の動物っていうのは時々自然界で生まれてしまうんですね。それは僕ら哺乳類でもそうですし、うん、あと爬虫類とか両生類は哺乳類よりもあの頭が2つで生まれてきちゃう確率がちょっと高いらしいと言われてて、まあとはいえ珍しいので、2本頭持ってるヘビとかっていうのは結構テレビでも紹介されますし、まあやっぱりまあ、蛇を見ただけでも普通の人びっくりするのに、頭が2つの蛇見たらびっくりしちゃうじゃないですか。びっくりしますね。怪物見たみたいに騒いじゃう人も実際世界中にもいるし、あとユーマの世界でもやっぱ8つ頭持ってるやつの話には聞かないけど、うん、2つの頭を持つドラゴンみたいなやつを見たとか、うん、あの恐竜みたいなユーマでも頭が2つあったとか、うん、あと宇宙人系でも頭2つまでは意外とあるんですよ。だからそういうやっぱそこまでは行くんだけれど、ただまあ8つがね、あのだからユーマの中で言うと、僕が知ってる限りで言うとね、あの一番首の数が多いやつ写真撮られてるんですけれど、はいはいはい、2012年にインドで、はい、インドでこんな生物が撮影された。おお、三つ首だ。そう、三つ首のコブラ。おお、これ結構この写真だけ見るとリアリティありそうじゃないですか。まあ。ありそうっていうことは？いや、あの、わかんないんだけど、はい、ただ先ほど言ったように、そう、二つ頭持ってるヘビとかっていうのは結構、やっぱみんなびっくりするし、はい、たくさん動画とかに撮るんですよ、うんうん。で、映像もたくさん出回ってるんですよ。で、僕、三つ首のコブラって珍しいし、インパクトもあるから、はい、で、この写真は実は結構有名なんですよ。ネットも溢れ、結構たくさん拡散してたんですけれど、はい、で、ここ、背景見てもらうと分かるんですけど、人も周りにいっぱいいるじゃないですか。そうですね。で、街中に現れてるんですよ。
はい、で街中で三つ首のコブラとか現れたら多分みんな写真撮るだろうし、今の時代なら動画とかも撮られてるのかなと思って結構僕調べてるんですけど、マジでこの角度から撮られたこの一枚しかないです。これ写真見ると奥の人たちも撮影してるっぽくないですか？そんなことない？まあ見てるようにも見えるんですけれど、あ、撮影してる人もいますね。ただ後ろ姿とかないですし、この人たちが撮った写真はマジでこのワンショットしかなくて、こんな珍しい動物が街中にいたら多分もっといろんな角度から撮られた写真が出てると思うので、すぐに逃げちゃったんですかね。いやー、でまあもちろんね、あの関西にずぐ逃げた可能性もあるけど、正直だから2つ頭ぐらいまではヘビは結構いるんだけど、三つ首の写真もあるけど、僕は三つ首に関してとかなりフェイクの可能性が高いのかなとは思って、やっぱ3つだから、キングギドラも難しいんですよ、ヤマタノオロチもそうなんですけれど、やっぱ3本首になっちゃうとハードルが上がっちゃうのかなと思っていたら、実は、はいはいはい、こんな写真もインドで撮られていたんです。はいはい、ダン。これは本物かもしれません。これは本物で、さっきの三つ首の減らしていたのかもしれませんね。あ、なるほどね。あっちがフェイクで。そんなに。ただこれね、あ、今僕数言っちゃったんですけれど、実はこれも7つなんですよ。一本足んない。なんかフェイクでとにかく頭増やしたれっていうやつでも、あの日本神話の想像力以下になってしまうんですよ。いかにヤマタノオロチがすごいかっていう、ことなんですけれど、まあこんなものがね、出てきてしまうっていうぐらい、やっぱ人間は、まあ日本人もこれインドですけれど、まあただまあこれあれかな、インドで撮られたって言ってるんですけど、僕フェイクだと思ってるんですよ、三つ首の時点で、はい、フェイクを作ってる人もインドの人かどうかはまた別の可能性もありますけど、ね、あ、そうですね、インドで撮られた写真を別の国の人が作ってる可能性もありますけれど、まあいずれにせよ、まあ頭の数がいっぱいあるヘビっていうのは、まあ人の想像力をかきたてるのか、神話にも出てくるし、まあフェイクユーマの世界にも進出してきている。ただしフェイクユーマの世界でもこのヤマタノオロチには勝てないというね、あのもっと増やしてもいいけどね、どうせ増やす7つが、まあ、僕が調べきれてないところで8本9本の頭のヘビのフェイクを作ってる人もいるかもしれないんですけれど、そんな感じでこれがまあ今のところ、一番、ユーマの世界でヤマタノオロチに近い生物は、こいつ7つ首のコブラだと思います。もう1本増やしてください。今回も動画ご視聴ありがとうございました。コメント欄にですね、中澤武史にこのユーマについて語ってほしいとか、あとユーマのこういうエピソードが聞きたいとか、そういったものが、ありましたら、よろしくお願いします。